じゃん。すごい。今日は3店舗しか空いてないということで、この3種類を頼みました。いただきます。乾杯。どうも。めっちゃ冷えてるね。冷えてる。めっちゃ冷えてる。美味しいっす。ありがとうございます。うまいっす。これ何？バジルチーズ。バジルチーズ。これ裏メニューの。裏メニューの感じ。バジルチーズです。ちょっとこのパリって、パリってやって。いいですか？うん、パリいきますよ。パリ来なかった。これ乗せどころ。本当だ。パリパリしてる。バジルチーズ。こんなに上手に幸せですよね。うまっ。でっか。うわ、どうぞ。いただきました。はい。完食。このまま開けていいんですか？調子に乗って動くと勇み足になる危険がありますと。これは小吉、これは何のやつ？中にね、お守りが入ってる。一番右じゃん。あ、水餃子。水餃子。学業ですよ。これから何かまた受験をするんでしょうか。もうこのいい年して学業ですよ。仕事に書いてある。ね、仕事難しいと思えることも粘れって書いてあります。うん、粘れば。打開の道が開けてくる。ちょっと楽しみですね。はい。新潟の弥彦神社も小吉だったんですけど、うん、あ、紐を引っ掛けるんですね。あ、取った。よよ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 よ。こんな感じです。はあ、はあ、そこにおみくじが入っちゃった。吉だ。吉。お、あ、出た。植えるんだ。取ったどー。さあ、こちらのご婦人は、ご婦人ご婦人は面白いな。
じゃあ、チャラーン。七しか入ってないんじゃない？七だ。人間の組織というのは黄色に緑の線が交互に普通竹って緑色ですけど、はいはい、これは黄色なんです。へー。で節ごとにこう、ね、緑の線が交互に入ってちょっと面倒です。すごい。これおお、ブランコがありましたぜ。乗りましょう。本当だ。マッチしてる。おじさんがブランコ。楽しそうですよ。いやこれぐらいがちょうどいいね、おやつとしては。これがヤクルトの味するわ、このクリームは。酔いづらいです。